予定より20分繰り上げまして、まあ、多分朗読も時間がかかると思いますので、皆さんだいぶ朗読の方も皆さん慣れられた楽しみが、俳句の楽しみ方としてかなりこう浸透してきたようです。平川祐弘先生の講演に移りたいと思います。皆さんのお手元に平川先生の略歴があると思います。なんか恥ずかしがってらっしゃるな。こういう先生もなかなか珍しくて、昔は怖い先生だったんですけれど、いろんなエピソードがありますけど、平川先生も7月11日ですか、蟹座なんですね。私もそうなんですけど、外見上なんか蟹座というふうに見えないんですけど、一見怖そうに見えるんだけど、非常に感性は繊細なんですね。そして変化に富んでるんですね。で、創造性があるという、まあ、自分のことも言ってますけれど、華麗なる華麗略歴の、持ち主で、世界俳句なんてことを私がやるのも、東大の駒場のですね、教養学部のこの、旧制高校のこの教養の広さ深さ、それから語学という言い方は非常に偏った言い方で、さまざまな言葉、平川先生が どれだけの言葉を操られるのか、何カ国ぐらいでしたっけ。なんですね、という先生です。そして俳句の重要性ということも、私が大学院生時代から明確に主張されてました。有馬紀人さんなんかがアニミズムというのは、実は平川先生が教えたんだそうです。それでは平川先生の講演、世界と俳句を始めさせていただきます。どうもご紹介ありがとうございました。座らせていただいてよろしいですか。世界と俳句についてお話しいたします。前半は外国に俳句を紹介した人々が日本の俳句をどのように外国語に訳したかを実例に即してご説明し、結びでそこから浮かび上がる俳句の世界文芸の中の特色に触れたと思います。で、俳句を数多く英語に訳した最初の外国人は小泉八雲なんです。ラフカ・ジョハンセン。で、私は実はラフカ・ジョハンの研究者なんですね。で、来日する前にカリブ海のマルティニック島というところに2年間滞在しまして、で、原住民の、文字のない設置なんですけど、そのクレオール語っていうフランス語とアフリカから来た人たちが、アフリカの方々から来るから共通語はないから、その奴隷の主人であるフランス人の言葉を聞いてある言葉を作り出したんですね。それをクレオール語っていうんですね。で、我々外国西洋語習って漢詩なんては面倒くさいから、で、漢詩はよくわからない。それからフランス語を習うときに最初にR の発音ですね、カウンティアの発音する。中国でフランス語を選ばせるとその発音できないと、もうフランス語やらせない、そういうのは落ちちゃうんですね。で、そういうクレオール語の、だからそういうのはコラプトフレンチ、フランス語の腐ったものとこうみんな思ってた。ところがラフカ・ディオハンは1887年にそういうカリブ海の島へ行きまして、そういうところに面白い文化があるんじゃないかと。彼らが喋っていることわざとか、ね、格言とか詩とか、それから怪談がたくさんあるんですね。キリスト教宣教師は全員をカトリックにしたっていうけれども、実はアフリカトライの怪談があって、そこで階段を集めて成功したんで、日本で仏教が入ったとか文明開化とか言ったって階段は残ってるに決まってると思って、それで階段を集めて成功したんですね。大体マルティニックでやったことを日本で繰り返してやったっていう感じなんです。でね、ですからその民族学とか
柳田邦夫っていうのはラフカディオファンから非常に多く学んだ人ですから、だからそのフォークソングを集めたんで、その一例だけ申し上げます。皆様あのハンドアウトをお持ちですか。この大きい方 A さんですね。でそうしますと、あの天気がいいぞ、海いいぞ、魚が海から飛び出すぞ、女は肩掛け羽織るがよい、私と散歩に出るがよい、あの一斉がよくて、おこれちょっと詩になってるなって皆さんお考えでしょ。やっぱり訳した人がうまいからそうなったのかもしれない、ねね、あのでとにかく藩はそういうのを集めたわけですね。でそのだけどそういうものは価値があると思う、誰も知らないから、あの藩はノートに書き留めといて、あの日本にやってきて子孫のうちにこのノート残ってたんですね。そしたらそのマルティニク島に藩がいたもんですから、今はフランスの県になってますから、そこからあの学生がやってきて、で藩を研究したり、でそれであの私昔パリ大学で教えてたことがあるんで、パリ大学の先生の紹介でもあったから、フランス人がやってくるのかと思って戸を開けたら、なんか非常に背の高い黒人のね美男子でありました、ルイス・ロ・マルティネットですけど、であのそれにね、その小泉家に伝わってるノートを見せたら、要するに自分のたちの祖先の言葉で記録されなかったはずのそういう民族遺産が残ってたっていうんで、もうね、その時なんて叫んだと思います？発行一憂って言ったんですよ、ね、それはね、本人は戦後生まれですよ、あの昭和40年ぐらい、ね、ところがね、やっぱしね、カリブ海の島でもね、太平洋戦争の最中には日本軍がひょっとして我々を解放しに来るんじゃないかっていう、そういうのがあったんですね。それを親やおじいさんが言ってたもんだから、それでねバッとそんなことが飛び出したんで、これはちょっと驚きでしたですね。そういうことを言うと、まあ、あの平川右翼なんてになるから黙ってますよ。で、まあ、しかし今のは由緒があっていいんですが、しかし俳句ではない。いや藩は日本で集めた最初の動機も今のこういうあの会話を集めたのと同じで、フォークロアの研究だったんです。で日本にもきっと面白い言葉だとか、あの短い言葉で何か気の利いたことを言ってるだろう、それを集めて調べようと思う。でね、皆さんあの西洋の詩歌をご存知の方もいらっしゃるでしょうけど、西洋人はロバや猿が詩の対象にならない。で同様にカエルも詩になるとは思ってないですね。でなんでカエル詩にならないんでしょうかね。であの西洋人は、まあ、聖書の出エジプト記録の記述で、まあ、カエルが非常に不気味な悪魔の手先みたいになってるから、だからあの地獄描いたヘロニムス・ボッシュの絵にね、そういうのにカエルが出てくるわけですね。でカエルは悪魔と連想がつながるところが、日本で古今集の序に、まあ、あの買わずで出てきますね。であの国文学に詳しい方いらっしゃると思うんですけど、あれには漢文の序もついてますね。であの木の宿坊の漢文の序、そちらにはねカエルはないです。あのやっぱり中国でもそれほど、まあ、北シナの方はカエルいなかったっていうのもあるの、南はいたわけですけど、漢詩にあんまりカエルって出てきませんか、ね、それでそこではセミになってます。ところがね、セミもね、明治に日本にやってきた連中で、もう日本ってはいたたまれない、夏やかましくて、あのセミの不愉快な、そう不愉快なっていうのはピエール・ロッチとか、それからバジル・ホル・チェンバレンとかイザベラ・ガール、まあ、ラフカディオ・ハーンは日本へ来て、まあ、セミの声がいいなと、なんで思ったんでしょうかね。あの一つの理由は、ラフカディオ・ハーンというのはギリシャ のリューカディア・レフカスという島で生まれて、そこはセミがいるんです。だから子供の時にね、2歳までそこにいましたから、耳に入ってて、それでセミの声がいいという感じ性ができたんですか、ね。アーサー・ウェイリーが源氏物語を訳して、その中でとんでもない思い違いしているのはうつせみの巻なんです。あのイギリスにはセミはいないんですね。
だからセミの抜け殻なんてのは分からないわけ、ね、だからそのそれから源氏が女の人が脱ぎ捨てたあの衣を着てこう夜寝るっていうのは1930年頃のイギリスの女性読者にとってはショッキングだから、ウェリーどうしたかっていうとスカーフを心臓の上に当てて寝たんですよ。それはあの、ね、うつせみっていうことの意味は分からない。だからあの辺の歌の翻訳もみんな間違ってます。それでね、で、あの、なんか脱線していきませんから、あの、じゃあ日本人は一体セミに対してどういう感じを持ってるんだろうと、ハンは考えた。で、あの、カエルやセミやトンボや蝶について、随筆を書こうと思ったんですね。で、その随筆を書く際に、随筆の材料として日本人は一体こういうものをどういうふうに感じているのかと。で、あの学生松江時代 の, あの生徒で中学の生徒で、そしてあの東大の英文科でも生徒であった大谷行石とありますね。あれ行石って発音するのは正しいんだと私は思ってるんですが、しかも尿石っていうあのルビックという人いますけど、辞書で引くと確かに尿なんですが、大谷行石という人はあの二高で高浜虚子と同級生だった人があります。でその高浜虚子があの昭和の初年にあの解答者の、日本現代文学全集にあの俳句の歴史をちょっと書いてて、そこにルビー振ってあってね、行石って振ってありますから行石が正しいなって感じますが、あのこの人はあの小泉八雲の弟子であり、夏目漱石の弟子であり、正岡子規の弟子なんですね。それにしちゃあんまり俳句がうまくない困ったんですけど、でね、あの奨学金の代わりにお金を出してお前の東大での学費を出してやるからあの俳句集めてくれた。そしてその時あの有名無名の句を集めました。別に有名なあの俳人の句である必要なかった。要するに日本人が平均してどういうふうにあのセミの声を感じるか。で、イザベラ・バードとかロルチとかチェンバレン、俳句の音うるさくてたまらない。で、ね、そういう人に限ってね、三味線の音がうるさい。あのバジル・ホール・チェンバレンって日本理解者だって言ってみんな褒めてますけど、あのね、日本から貧乏人のために三味線を全部焼いてくれたらどんなにかいいことであろうか、そう言ってて、そうするともうハーンはその日本音楽が好きなんですね。あのポール・クローデルも「おのえい」って「おのおの笛」とかああいうのが素晴らしいと思った。そういう人は日本理解がいいんですね。でチェンバレンという人はまああのワーグナーに浸水してましたから、日本にいるとワーグナーは聴けないからって言うんで、それで40年ぐらい日本にいて最後に引き上げて、そういう人です。それでね、じゃあハーンはそのどういう服を集めたかっていうと、これちょっと書きました。クスノキも動くような蝉の声、 Even the camphor tree seems to quake with the clamor of セミ。ムーブじゃなくてクイック、ね、そういうところが面白いんじゃないでしょうか。日盛りは見え立つセミの林からロエ In the hour of heaviest heat, big heat How simmer the forest with the セミ。でセミと書いた。セミは英国にはいないから普通シケイダって訳しますね。でシケイダっていうのはラテン語から来た昆虫学の学名で、だからそれじゃつまらないんですね。ちょっとわかんないですね。アメリカで何ていうかご存知ですか。ローカスト、あの稲穂と同じなんですよ。だからあの、川端康成の山の音の中でね、稲穂が出てくるとね、ローカストって訳してあるとなんか死に死がないですね。あの昔ねイタリアであの暮らしてて、夏ホタルが飛んでね、ファイアフライって私が言ったら、そしたらあのアメリカ人が
ですか。ライトバック。そうするとなんか汚らしくてね、ゴキブリが光ってるみたいな。そういう言葉の問題というのは大事なんだと思います。で、パンは明治23年に、1890年に39歳で来日しました。まあ、チェンバレンと同じをしたんですけど、チェンバレンは明治6年に来日して、17年先輩で、だから、古事記をいち早く英訳したんですね。英訳しといてこんなつまらない文学はできない。何かとにかくイギリスがいいいいって言いたくてたまんない人でした。で、ね、そういうイギリスがいいいいって言うとそれを読んでね、ああやっぱし俳句は第二芸術だというか、そういうふうに感心する日本の知識人って結構いるんですね。マゾヒスなんですけど、ね、でそれでね、ハーンが俳句を訳したもんだから、チェンバレンも刺激されて、バショー and the Japanese Poetical Epigram、それを Transactions of the Asiatic Society in Japan、日本アジア協会という西洋人が日本研究をするための機関ですね。で、明治時代はそれ、英国人がリードしました。それに明治35年に、バショーと日本の詩的、契約ですか、エピグラム。エピグラムって聞くと皆さん、これ俳句のことはエピグラムっていうのはおかしくないと思うでしょう。ファンもすぐそれ感じましてね、東大の講義でね、イギリスの詩におけるエピグラムなんか講義するんですね。で、それはチェンバレンが変なこと言ってるぞと思うと、そのに対する反発で。だから、ファンの東大における講義と、ファンの俳句理解が相当重なっている。で、それでね、だけど翻訳はね、チェンバレンって人は言葉は非常によくできますから、正確で、武尊の句っていうのは非常に伝わりやすいものですね。その次に英語で聞きましたが、Ash smothered coals, and at long last, the gruel simmering in the pot。グルエルは粥で、シンマはブツブツ煮え、さっきもつまり炭の音がありましたね。グラグラ煮え、ブツブツ煮え出すといいです。そうするとこれ、お分かりかと思いますが、うずみびや、ついには煮える鍋の音。で、やっぱりチェンバレンも誤訳してるんです。ヒヤヒヤと壁を踏まえて昼寝かな。ほうぞうずしえさす、with my feet.Press fiercely against the wall。 なんで違ってるかお分かりですか。でチェンバレンはこの句を説明して、芭蕉の庵の土壁は大変脆いものだから、芭蕉はその壁に足を持たせかけて仰向けに寝転ぶと足で壁を突き破らないかとヒヤヒヤしているのである。そう説明したんですね。その要するにヒヤヒヤとって足の裏の冷ややかな壁の感触ね。でチェンバレンとはイギリスを信じて壁に裸足でこうやってみなかったんだね。だから中国人はやるらしいですよ。だからそれでわかるらしいです。 でチェンバレンはとにかく英国を誇りに思う気持ちの反射として、何かというと日本の悪口を言う傾きがありました。でそこに最近の中国訳チャオイーの訳を掲げておきました。重ね型の擬態語のヒヤヒヤをリアンビンビンと訳して、真夏に足の裏を壁に当ててヒヤヒヤの快感を得るのは日中共通の体験であると言ってます。でだからリアンビンビンチャオディチャントシュイウーチャオで、それで誰がね中国に俳句を紹介したかというと、魯迅の弟の周作です。で、今ミネルヴァ書房から劉元院という人の周作人伝というのが出ましたね。これはね、森鴎外の詩伝に匹敵するような傑作ですね。日本もいいし。で、魯迅の弟の周作人は
日本に来て別にあの日本文学を研究するつもりじゃなかったんですね。この人が非常に言葉よくできてギリシャの文なんかを訳してますけど、それがねラフカリオ・ハーン読んだんです。ハーン読んでね、あ、日本の文化ってのは面白いんだな。でハーンを読んであの日本の俳句の面白みに気がついて、それを中国に紹介したんです。古詩金訳、古い詩を新しい従来の漢詩 の伝統からの脱却を試みました。でそれでね、同じようにハーンやチェンバレンの俳句関係の英文を読んで俳句に関心を示した最初のフランス人はポール・ルイ・クーシュで、あの日露戦争の最中にカーン奨学金で滞在して帰国して徘徊フランスへ。あの大谷業績の頃は俳句のことを徘徊って言ってたんですよ。俳句と同じことなんです、徘徊。で、IQ っていうよりも、あの徘徊の方がフランス語として覚えやすいし、だから、IQ もあります。それでね、じゃあ、そのポール・リクーシュの、あの徘徊フランスからちょっと一つ読みますと、ダンルス・ワール・ブリュロン、ヌーシェル・ショイン・ノーベルシュ、オー・セ・キャプシー。夕焼けて宿かる頃や君なんか、ね、こういう俳句に訳すとこれ元が何かってすぐ分かる。虹の花を置き換えて印象主義の光と色のにしました、まあ、これもあの私は勝手にこういうふうに工夫してますから、ね、で1906年にその徘徊と題する連載を文芸誌レッドに出しました。そうするとね、第一次世界大戦の山中にジュリアン・ボカンスが戦争百景というのをサン・ビジョン・ド・ゲール、それを残酷だか野戦病院だと思いますけども、それがラグランド・ルビュー1916年5月号に出ました。季語はありません。だけどあのこれ金子光子っていう方が比較文化研究の83、85になりましたが、それは素晴らしいもんですね。やっぱしあのこういう短い詩形だから切断の印象を正確に把握できる。いくつもの小包が扇形に彼の周りに飛び散った。彼の肉がパルプティッパケアネバタイオトゥドゥリサシェルアジャイ、攻撃を食らって爆死した瞬間を捉えているわけです。そのリアリズムが注目を引いて新フランス評論レノベルビューフランセスが戦後の1920年に俳句特集をします。でこれでフランスで徘徊が文壇の中央で注目されるようになりました。その時 の編集者はポーランで、ポーランに本営1959年にやってきた。私とそうでした。英語世界でもエズラ・パウンドが俳句に注目し、これはもうすでに有名ですけど、1912年にパリで地下鉄から降りたら美しい顔だけが次から次へ白く1人、2人、3人と見えた。その印象を The apparition of these faces in a crowd Petals on a wet black bough本人に言わせるとフォークライクセンテンスに表現しました。まあ、主情的な叙情性を排した、言い換えるとリリカルな、言ってみれば若的な要素を除いたイマジスムの運動をパウンドは始めたわけで、その時パウンドが念頭に俳句的なものの本質が出ているとしたのは、それはその次の The Fallen Blossom Rise Back to Its Branch、メトロの階段の中の暗闇に浮かぶ白い髪が顔があの黒い湿った枝の花びらのようだというのと、落ちた花が元の枝に戻るのかと思ったらチョコだったというのとイメージ的に似てるとパウンドは、まあ、嬉しく思ったわけですね。であの元の句は荒木田森竹の落下枝に帰ると見ればこっちの方ですね。でチェンバレンはあの1902年の論文に、Fallen Flower Returning to the Branch
Behold, it is a butterfly と訳し、パーンは1904年に出た怪談の中でバタフライというのがありますけど、Where I saw the fallen flower return to the branch, Lo, it was only a butterfly と訳しました。で、まあ、これは落下枝に帰らず、波及を再び照らさずという、ね、離婚した時は波及って言いますけど、その仏典に由来の句を踏まえたものだと注意しました。で、ところがパンドにとっては400年前の日本人の俳人の句が実にモダンに見えたんですね。で、詩の伝播ではこういうふうに正確な理解でないから行われるっていう場合もたくさんあるわけで、日本人にとって大した句でないものがもてはやされたりするわけです。で、日本の俳句を西洋に伝えた最大の功績者は R.H. プライスで、実は私 の、 大学の先生でした。で、この人と山梨加藤新学習院長の2人が昭和21年にいわゆる昭和天皇の少々、いわゆる天皇人間選挙ですね。で、ブライスっていう人は日本の天皇が荒人神と言ったと、あれはキリスト教の神じゃないんだ、ね、西洋人が誤解してるだけなんだから、その誤解を解いた方がいいっていう、そういう考え方です。で、それは、平和の海と戦いの海でその人は書きました。で、その時はあんまり俳句のこと書いてないから、そのまま持ってこなかった。で、で、俳句の文化的背景には神道があるわけですね。で、元日が明太というのは日本人で、西洋人にとって1月1日では贅沢ないんですよね。というのはそのクリスマスが祭りですから、祭りの次の休み1月1日、学校がない、会社が休みだっていうぐらいなんですね。で、これじゃあ東洋はクリスマスがないから1月1日明太とかっていうと、中国や台湾や朝鮮でも各国お祭りは春節ですから、1月1日ってどういうこともないですね。私10回外国で過ごしてね、そのためにも安倍しい気持ちしましたね。で、そうすると神道とは何かっていうことをね、日本の天皇制とは何かっていうことを聞かれると、その元日や一系の天使富士の山内藤明説で、ね、で内藤明説は皆さんご承知のように正岡子規の弟子ですね。だけど年は子規より20上なんですね。で、元日にはおせち料理をいただき、琴や琵琶で耳を楽しませる。では、なんで目の喜びとするか。縁側に座って富士山を眺める。富士山は毎日見ていても、元旦にはいつもより荘厳で崇高である。内藤明説は日本人の多くの人の気持ちを、まあ、それがブライスの説明です。でね、私には、初日の出に対して柏手を打つ、遠くの雪をいただいた富士山が美しい、あれが神道の気分ですね。日本人はみんな統計で調べると無神論者だとか言ってますけど、元日に明治神宮にお参りに行く人だけで300万人いるんですよ。外から見るとこんな宗教的な国民はない、無意識の中に宗教的なんだから、これはね、建前で何とかって言っても違って強いんですね。で、それでなんでそれじゃあ正月に元日や一系の天使かっていうと、やっぱり年が改まって命が続くのは我々願っていることで、民族としても、ね、命が続いて連綿と続く、昔流に言うと天上無休ですが、それがバンスで一系、やっぱり女系でない方がいいね。何ですか、悪いなりましたけど、そういうのは日本人が無意識に持つ神道の祭りならゆえだと思います。で、元旦の朝日がなんとなく美しい、ね、休日は空が澄んでる、空が美しいから。だけどね、これ英語にしますとね、The first day of the year, one line of emperors, Mount Fuji。 ここを英語に訳してもね、英語世界の人は何にも面白くないですね。指摘でもない。
7月1日、一景の天皇たち、富士山。で、なんだそれで、あの、元日や、一景の天使、富士の山っていうのも、これも大した日じゃないとお考えの方、きっと本席にもいらっしゃると思います。それから全然通じない日本人、結構たくさんいますね。あの、脳内白人っていう、ね。そういう人は日本では外務次官にまでなるんだから。困ったもんですね。それから世の中にはね、頭から自分は俳句わかんないって思い込んでる人たくさんいますよ。あれ、残念なことですね。で、さて、あの、これまで、まあ、世界と俳句の、この接点に立った人物の名前を挙げました。で、ハーンは極度の近眼で、視力障害者に近かった。そうすると、まあ、39歳になって日本に来たということもありますが、ハーンという人は外国語の習得能力が非常に高い人だったんですけど、あれだけ目が悪いとちょっと漢字を読むのは辛かったろうと思います。ですから、そういう意味では文盲に近くて、で、あの、チェンバレンのように文献本位の日本研究はせず、物を読む代わりに無学の一般庶民の感性で社会的に低い位置から日本文化を探ろうとしている。で、日本で俳句は民衆的な文学ジャンルですから、あの、西洋人が関心するのにお高い感じになっておりますね。で、あの、日本の大新聞には、あの、和歌の欄があって、俳句の欄があるんだよって言うと、みんな感心しますね。あの、共産党機関紙にもあるんだよなんて言うと、アメリカでいよいよ受けますね。で、そういう、その俳句っていうのは17文字で、それを構成する限られた言葉の背景にどういう連想が働くか、それが分かれば、共感的理解が働けば、その連想世界に自分も感性的に入る、得る限りは、ハーンは俳句が自分にも分かるはずだと、そう思ったんだと思うんですね。で、そうしますと、世の中にはその、なんですか、西洋語に訳しても通じの悪い俳句もあるということを申しましたが、鈴木大拙とブライスは付き合いがあって、それで、むやみに禅ということを言ったんですね。そうしましたら、近頃、アビゲイル・フリードが私の俳句修行で、日本社会で俳句を作る人たちと付き合って、禅などを持ち出すのは、重点の置き方が間違っていると感じたようです。でも私はその場合、フリードマン の考え方は正しいと思います。で、で、夏石バリア氏とその世界的な仲間の活躍を見てますよね。明らかに日本起源の俳句は今や国際的にも極めて活発な活動をしている。で、話の終わりといいますか、結びですが、なぜ他人に伝わるのか、伝わらないのか。それについてお話しいたします。柔道でオランダ人兵士が東京オリンピックで優勝し、でモンゴル出身者が外国勢が相撲界を制覇した。そのうちに俳句は日本起源だけれども、日本語と離れることでグローバル化するかもしれませんですね。で、初めに短い詩形の俳句はなぜ外国に伝わるか。その氷山はその一角だけが水上に出てますけれども、9分の8は水中にあるわけですが、似た境遇に育つと、一つ口に出すだけで、後の、句は察しがつくわけですね。皆さんのご主人、うちへ帰ってきて、疲れてきて、風呂って言うと、もうそれで何だか分かるんですね。お湯をちゃんと入れなさいですね。で、そういうもんで、均質的な、文化の中で暮らす人々の間では共感されることが多い。しかし俳句には新しい発見もある。誰かが口にすると他の人もそうだなと感じる中に新しい詩があるわけです。春は眠い、春眠暁を覚えずというのは、これは各国で共通で、4月は甘い眠り、アプリーレ、ドルチェ、ドルミーレ。アプリール4月って分かるでしょ。ドルチェ、お菓子のドルチェ甘いですね。
スイートですね。ドルミーでは眠る、ね、これダヌンチオの宿ですけど、ね、ところが長き日やあくび移して別れゆく松山で虚子と別れて熊本へ赴任する時の宗助曲ですが、西洋の詩歌にあくびは出てこない。なぜか読む、これは失礼な仕草とみなされているからだと思います。私一度文学に現れた字っていうそういう研究をしている。夏目漱石の名案作者徳田修正とかね、それから栗本常務っていう人は明治維新の前にフランス行って手術してもらって感心して、そういう精密な描写してます。でね、泰崎十一郎っていうのは日本の大部分になっていますけど、その笹美雪の最後は何て回ってますか。美女が汽車の中で下痢が止まらなかった。でそういうことを言えるのはある種のリアリズム、自己客観視ができるからですね。だからだと思います。でそうするとね、そうしたらね、夏石君がここまでいたこのイタリア人のイエネ・ヤロチっていたでしょ。でその人がこの長き日やあくび移して別れゆく、それをちゃんとイタリア語に訳していた。ルンゴジョールのアルソコミア・ワエ・レスタ・ウノ・グラディーリオだけどね、これちょっとやっぱり説明的になってるんですね、まあ、イタリア語だから説明ありますが、でハン・チェンバレン・ブライスのあたりまでは誰からどのように世界へ向けて俳句が出ていってどう変形したか、それがまだ追跡できますが、その後はいろいろ経路が錯綜して追跡が困難になるわけです。実はね、イタリア語で訳でほんと夏井新バイヤの空飛ぶ王は面白かった。あれ、甚だ不敬罪なんですけど、不敬罪っていうのは要するに戦前あった天皇の悪口言っちゃいけないけどね。だけどやっぱりイタリアでも信仰心のない人はいるし、法をバカにしたいっていう気持ちもありますからね。でそれで非常に面白かったから、私はどういう教師かっていうと、学生が年賀状なんかを起こすとそれにパロディーで冷やかしたいって言ったって、彼から空飛ぶ鳳凰をもらったから、それで空飛ぶ鳳凰を幻影郷の初日の出っていう、ね、年賀状の返事に書き添えたわけであります。で夏石万弥の正体を少し暴露します。昔学生であった頃の夏石君、本名乾正幸は、全身がイノシシのような風貌で、今でもそうですけど、で声もイノシシのごとくと思った、ね、それが日本語で早口で話そうとする時ではなくて、フランス語でもうせっついて口早に話そうとするから、ご愛嬌で、察するになぜ早口になるかって、本人連想の方が先走るんですね。余計な手におはが日本語でも落ちてしまう。だからフランス語でも漢詩鉄詩が落ちる。でこれは本質的に俳句的感受性の持ち主なんです。要するに彼の頭の中には余計な言葉は片端から切って落とす。でやがて何者かと競おうとするかのごとく、夏石万弥という声、非日本語的な大名乗りを上げました。で空中をめぐる風車に格闘を挑むがごとき、およそ俳人らしからぬ号でありますが、夏井氏は私の書庫では漱石に並ぶ存在です。夏井氏が一番というのではありません。愛用順で言うと夏井氏の前に、夏目の前に夏井氏が来る、そういうことであります。でこんなお話は笑いですが、夏井氏の空飛ぶ鳳凰161拍、そうですね、皆様のお手元に俳句平川祐弘作というのを、夏井氏が今この席入ってきたら配布して、入り口で奥様が私に朗読せよとご命令になりました。しかもギターの伴奏がつくそうです。じゃあそれ読みます。よろしいですか。空飛ぶ鳳凰まばゆき今日の初日の出、鳳凰の言
と申す後部めでたさよ。相生の松ははるかに空飛ぶ方を。あの夏石君は相生の生まれなんです。兵庫県で、あの新幹線に乗ったら、あそこの前僕の生まれた土地だなと、これ小学生じゃないかと思いましたね。25歳ぐらいの時、ね、教皇と呼ばれ将校を教皇する。あの私先ほど一冊だって新曲講義の本を買っていただきましたが、私の新曲の役の中では法王って書いてあるんですね。あの教皇じゃどうもよくわからんと、ね、それで、教皇と呼ばれ将校を教皇する。空飛ぶ鳳凰、鮮魚の足がちらちらと、日英の苦を両翼に鳳凰を昇天する。この鳳凰はいいですね。で、夏石番屋の句から、からから天から声降りしきる空飛ぶ鳳凰、夏石番屋を読んだら落ちる空飛ぶ鳳凰。鳳凰様に読んでいただきたいもんですね。今の鳳凰様はあんまりドイツ系でね、こういうものが分かるとは思いませんが、でそれでね、じゃあここでまた大きなあのハンドウッドの下の真ん中をご覧くださいませ。そのね、空飛ぶ、何でしょうか、鳳凰時々天使へウィンクス、 The flying pope winks sometimes to angels。 英訳もすこぶる分かりやすいですね。笑いも伝わります。こうした世界普遍的なお笑いのエレメントも入ってくると、まあ、詩集全体が漫画的な空飛ぶ鳳凰の主題で一貫していますから、外国人にも分かりやすくなる。その氷山の表面下の部分も作者の気質も見当がついてくるんですね。 Flying Pope visible only to children and a giraffe、子供とキリンにだけ見えているという、これもいいですね。子供とキリンという取り合わせがいいですね。子供とキリンとだけは救われるっていう、そういう感じがありますですね。私、小学校5年の頃に共生という師範学校の生徒が教えてくる、非常に背が高いのがいてね、すぐあのキリンってあだ名がついてね、俳句作りなさい、あそこたち動物園のキリンかなっていうね、まあ、そういういたずらすぐさ、ね、東雲や富士より高く飛ぶ鳳凰、 Daybreak The Pope flies higher than Mount Fuji。 鳳凰が宇宙船のごとくに飛んで、空から富士山の上でお日様に向かって手を合わせて拝んでいるような感じがしますね。勝手な連想ですけれども、日本では昭和21年から8年半日銀総裁として君臨した一間田直人氏のことを一間田鳳凰と呼んだんですね。そうすると鳳凰の方にやっぱり揶揄や笑いも含まれている、ね、まあ、このような感性は俳句やさらには川柳にある特色です。でね、ダンテは歴代の鳳凰をあの地獄へ落としています。で、私新曲を46年前に訳して、まあ、パーパーをあの京でなくて鳳凰の子で訳しましたが、空飛ぶ鳳凰を読んだ時、歴史的に由緒のある鳳凰に訳してよかったなと思いました。で、夏石さんの句集もあれは鳳凰だから天空を自在に舞えるので、強行だったらそうはいかない、鳳凰には高価なあの鳥の鳳凰の趣もある、シャチホクバって強行などと呼ばれるようなものなら、夏石俳句の方は強行を期待して天から墜落してしまうでしょう。